さあ続きやっていきましょう。四十八括弧仮。前回最後に高知県見まして、シナリオがね、もう一個あるんだけど、まだ解放できないと。なので、また新しい県をね、やっていこうと思うんだよね。どこ行こっか。九州の方行こっかな。九州が、福岡がシナリオ二つ、大分一つ、熊本一つと。経力これ80なんだ。まあ、経力まだ余裕あるし、熊本県、行ってみましょう。はい、失礼いたします、熊本皆さん。さあ、どんな話？熊本怪奇名所巡り。これ完全にこれ観光案内だな。風間望さんかな？はい、行ってみようか。熊本県、熊本怪奇名所巡り。まあ、怪奇名所と言ってるから完全に怖いよね、今回ちゃんと。いや、うん、熊本県の怖い話を聞きたいんだって。うん、僕はね、怖い話には精通しているんだよ。何でも聞いてくれたまえ。そういうキャラなの？そういうキャラな感じには見えないけどね、のぞむくん。はい、それじゃあ早速話してあげよう。風間くんに引っ張られてない？しんちゃんの。まあいいや。熊本県の怖い話といえば、やっぱり何と言ってもおっぱいはだね。そんなんの？通じ大橋のそばにあるんだけれどね、まさに見事なおっぱいなんだよ。おっぱいやっぱ言うな。乳首までついていてね。乳首だよ、乳首。いいわ。そりゃもう実に立派なおっぱいだ。まあ、この写真の通りなんだ。そう、これは確かに立派だすね。立派だすね。そんなおっぱいが浜辺にゴロゴロ転がっているんだよ。そうだすか。え、ゴロゴロ転がってんのこれが。とんでもねえな、熊本すげえな。実はね、あのおっぱいは昔おっぱいが小さいから、恋人に捨てられた女が、ひでえ、それを呪って身を投げた。ひでえ話だな。うん、なんてことは全くないから。なんだよ、ただの岩だから。ただの岩。冗談やめてくれる？わかんないから。え、何？怖い話じゃない？うん、怖い話じゃない。何言ってんの。海岸におっぱいの形をした岩が転がっているってだけで十分に怪奇じゃないか。まあ、怪奇なのか、怪奇というか、まあ、珍しいというか。おっぱいおっぱい言うな。推しの方がいたろ。もっと別の話がいい？仕方ないな。お尻はないですか？お尻は。あ、そうだ、君妖怪は好き？嫌いじゃないね。妖怪だよ、妖怪。マロンを感じるね。ロマンね。妖怪。うん。実は熊本出身の有名な妖怪がいてね、あまりに有名なんで墓まであるんだよ。ほう。その名も油すましどんの墓。油すましどん？何する妖怪？聞いたことないかい？油すましって妖怪。ない。ここはね、怖い伝説があるんだよ。その顔の角度何？一人のおばあさんが孫を連れて歩いていたんだ。うん。それで孫に、この辺には昔油すましという妖怪がいたんだと話したところ、うん、おかげから今も出るぞと言って油すましが飛び出してきたんだ。コント？コント油すましみたいになってるけど。山出るぞって。そんだけ怖いだろ。全然なんかしてくんじゃないの？怖くない？うん。何言ってんの君。夜道で突然木陰から何者かが飛び出してきたんだぞ。まるで変質者じゃないか。弱いな、妖怪と呼ぶ価値なし。しかもそれが妖怪だって言うんだから、こんなに怖い話はないよ。ただ出てくるだけの妖怪って何？ま、お墓には切り株で作った椅子もあるから、観光に行った時はゆっくりくつろいでくれたまえよ。あれ、終わる？終わる？え？何？怖くない？失礼だな、君って人は。もっとちょうだい。なんかあるでしょ、とっときのやつが。よしよし。お、あるじゃねえかよ。
それじゃあとっておきの怖い話をしてあげようじゃないか。なんかその顔の角度やめな。その名もトンカラリン。トンカラリン、何、どういうこと。何、名前からして怖くない。いや、まだわかんない、まだわかんない。怖くなりそう。何言ってるんだ。ここは恐ろしい謎の古代遺跡なんだよ。古代遺跡、はいはいはい。何が怖いって、何のために作られたのか全く分かっていないってことだね。ん、全く分かっていないってのはまあどうでもいいとして、何かが怖いんでしょ。人が一人通れるほどの細いトンネルがいくつもあって、あの遺跡は本当に薄気味悪いね。ほうほう。特に古代人が何を考えているのか分からなくて本当に恐ろしい。あれ、今でも多くの学者があの遺跡について調査中さ。いや、もうドーンとかこう BGM 流されてもさ、薄いな、怖さの話が薄いな。終わりじゃないよね、まだ。それよりも、うん、なんでトンカラリンって言うのかって。うん。どうした急に。僕は博識だからね。実にいい質問だ。うん、それはだね、縦穴に小石を投げ込むとトンカラリンって音がするからなのさ。どこでもするだろ、全然トンカラリンじゃないし。疑っているのかい。終わったの。なになに、もっと怖い話。トンカラリン弱え。まあ昔からあるっていうね、その古代の遺跡を調査するって、そういう面白さはあるけどさ、怖い話ではないぞ、全く。もっとちょうだい、もっとちょうだい。お、あるじゃねえかよ。そうだ、熊本にはカッパもいるぞ。あんじゃねえかよ。カッパの銅像だってあるのさ。うん、カッパなんて全国各地にいるって。君なかなか言うじゃないか。いや、言ってないけど。それじゃあ僕が知っているとっておきの話をしてあげようじゃないか。もうその顔の角度で言い出すとね、大体失敗してる君。逆に怖いわ。それは別名幽霊寺とも言われている英国寺にある幽霊の掛け軸の話。めっちゃ怖そうじゃん。幽霊の掛け軸があるの？ほうほうほう。あの掛け軸は世にも恐ろしい掛け軸でね、500年以上の昔、土地の名士が愛人を囲ったもの、本妻の怒りに触れ、愛人は近くの川に身を投げて死んでしまったんだ。うわ。しかし深い恨みのため成仏できず、夜な夜な現れては名士とその妻を呪ったんだ。うん、困り果てた妻が英国寺の和尚に頼んだところ、その法力でこの掛け軸に閉じ込めてというわけさ。現在観光客用に展示されているのは掛け軸のレプリカだけれど、特別にお願いすれば本物を見せてくれることもあるそうだ。お願いすれば見せてくれるんだ。まあそういうこともあるそうね。へえ、あ、怖いな、確かに。テレビでもよく取材が来るんだけれど、うん、昔某テレビ局の特番で夜中にこの掛け軸の目が動いたとかいうのをやったことがあるけれど、あれやらせなんだよな。あ、そうなの。まあ昔そういう番組多かったよね。一緒にいた和尚さんは何も動いていなかったって言ってたからな。ふん、まあそれはそうとして、なんで僕がそんなことを知っているかって、うん、まあ、ちゃんとこの話は怖いっていうか、この掛け軸っていう存在が怖いね。幽霊の絵を描いているさ、ものが残ってるって怖いわ。僕はね、和尚さんとはお友達だからね、こっそり教えてくれたんだよ、こっそりと。うん、それをこうみんなに言うな。ちなみにあの英国寺の中庭に大きな池があってね、そこに幽霊が出るって噂があるけれど、
それも嘘。あ、まあ嘘の話ならまあどうでもいいですわ。川に身を投げた幽霊がどうしてお寺の池に出るんだい？変な噂に騙されちゃダメだよ。僕を信じなさい、僕を。まあ信じれないけどね。ちなみに英国寺では幽霊の掛け軸はいつでも無料で公開しているし、お茶のサービスもあるから、近くに立ち寄った時はぜひ見てみるといい。うん、わかりました。はい、一見の価値ありだ。なんといってもただだからね。ただの語気が強いね。さて、この僕からこんなにいっぱい情報を聞き出したんだから、まさか何もお礼がないってわけじゃないよな。勝手にベラベラ喋ってんじゃん。1万円えと言いたいところだけれど、500円に負けておこうじゃないか。下げたな。さあ、500円。ギリギリ払ってもいいような値段を言ってくんじゃないよ。まさか払わないっていうのかい。まあそうとは言ってないけど。たかが500円程度ケチっていると宇宙人に取りつかれちゃうよ。そう、今ね、地球はスンバラリア星人に狙われているのさ。スンバラリア星人、またなんか新しい 話が出てきたよ。誰それ。これは内緒の話。内緒の話。あれ、終わる、これ終わる。カッコがついて終わった。終わったー。何、スンバラリア星人って何。最後にちょっと含ませて終わるのやめて。なんだこれ。まあだけど実際に熊本ではある話なんだよね。どれもきっとトンカラリンとかさ、その幽霊の掛け軸。掛け軸はまあ怖いわ。確かに実物見たらすげえ怖いと思う。一番怖いのはやっぱりね、あの子がね、500円って言ってくるところ怖いな。ギリギリ払っちゃいそうじゃん。なんか1000円って言われたら、いや払わないってなるけど、500円、まあ500円まあいい子持ってきなみたいななっちゃうところが怖い。あの少年怖いわ。はい、セーブしてきました。のぞむくんはキャラが強かったな。どうしようか、ここら辺空いてるかな。あ、関東もね全然やったいんだよな。東京はね、なんとなくね、まだ尻込みしてるんですよ。なんかすげえ大変そうな気がしちゃって。シナリオ9つに25人もいるんでしょ。ちょっと一旦ひよってまして、関東、あ、群馬いいじゃん。群馬行ってみようか。さあ、どんな話でしょうか。文福茶釜、タダラ、全米が熊本県で製造。まあ行ってみましょう。まあタヌキだねやっぱり。はい、熊本県文福茶釜。ん？文福茶釜シナリオ1。なんだこの導入は、知らんぞ。文福茶釜の話、俺よしよし覚えてないな。お、それでは文福茶釜の伝説を聞かせてしんぜよ。タダラ全兵衛さん、すごい名前だな。お願いします。おお。それは昔、モリンジが開山する頃に遡る。大林正通禅師は諸国修行中にある老僧と出会う。その老僧の名を朱鶴と言った。朱鶴、はいはいはい。物知りであり物腰も柔らかく、さらにはすこぶる健脚な資格はまるで仙人のようであった。この見た目で仙人ではないんだ。へえ。共に旅を続けたある日、朱鶴は正通に向かって、自分を弟子にしていただきたいと言い出した。朱鶴が、このおじいちゃんが。ほうほうほう。逆ならばこそあるものの、まだ若輩である正通はとんでもないと断った。うん。しかし朱鶴は諦めず、そのまま正通の言葉も聞かず、無理やり弟子になってしまった。そんな弟子いるか。無理やり弟子入り。そして朱鶴は正通の影になり、日向になり、助け、時の城主赤井照光に招かれ、館林に森林寺を開山したのである。なるほど。正通禅師が亡くなられてからも、朱鶴は代々の住職に仕え、
寺の繁栄に努めた。松通さんのが先な方の。あ、そう。そして数百年が過ぎた頃、森林寺で千人法会を行うことになった。千人法会とは、千人の客層を招き盛大にお茶会を行うものだ。まあパーティーですね。しかし、知らんけど、一度に千人を招くとなると巨大な茶釜を用意しなければならない。ふんふん。すると主客はどこからか一つの茶釜を持ってきた。これか。その茶釜は実に不思議な茶釜で、いくら汲んでもお湯は空になることなく、後から後からブンブクブンブク茶が湧き出すではないか。こうして千人法会は大成功に終わり、その茶釜はブンブクブンブクお茶が湧き出すことから、ブンブク茶釜と呼ばれるようになった。あ、そういうことなんだ。主客はその後も森林寺に仕え、1587年突如行方をくらましたという。なんで？以来四角は狸の化身だったと言われておる。ほう。鍵括弧が最後についてましたね。ということは終わった。早い。ただの文福茶釜の話でした。群馬県まあ一応群馬県は関係あんのかな。うん、場所的に。あれだけどさ、コンプリートの色ではないよ。え、まだあんの？え、ルートがあんのこれ？え、全く何もさ、で、なかったじゃん、選択肢。あ、もう一回行ったら買うのかな？もう一回行こっか。いや、これで終わるわけがない。群馬県さんがね、これで終わるわけないんすよ。ね、そうでしょ？さあ、群馬県、文福茶釜、どこで変わるんだろう？違う話をしてくれんのかな？お、文福茶釜シナリオ2。そういうことか。よしよし、それでは文福茶釜のおとぎ話を聞かせて神ぜよ。お願いします。いい絵だね。あるところに冴えない古道具屋がおった。人は良いが商売の才がない。そのため損をしてばかり。向いてないな。うん。ある日、薪拾いに山の中に入ると、漁師に撃たれたのか一匹のタヌキが怪我をしておった。かわいそうに思い家に連れて帰り手当てをすると、タヌキが恩返しをしたいという。喋ったの？てかかわいい。茶釜に化けるから近くのお寺に売りに行くといい。あ、そう言うとタヌキは見事な茶釜に化けおった。そっか、もともとこういう話だったっけ。なんかちっちゃい子向けにさ、話される文福茶釜の話って確かこれだったような気がすんな。うん、昔読んだ覚えがあるようなないような。そこで言われた通り寺に売りに行くと、お嬢様は大層その茶釜を気に入って高値で買ってくれた。じゃあもう四角さんが狸の化身だった説はもう違うんだね。はいはいはい。お嬢様が早速茶釜で茶を沸かそうとしたところ、突然あちちちちちちと茶釜が悲鳴を上げるじゃないか。善兵衛さんの顔がすごくなってる。和尚様は驚いて茶釜を古道具屋へ返してしまったのさ。あら、クーリングオフされちゃったね。でどうすんの？かわいい。今度は歌って踊ります。それでお金を儲けなさい。めっちゃ尽くしてくれんじゃん、タヌキさん。タヌキはそう言うと茶釜のまま歌ったり踊ったり綱渡りなどの大道芸、いろんな曲芸をしてお金を稼いだのさ。そうだそうだ、そういう話だ。そりゃあもう黒山の人だかり、うん、歌って踊る茶釜は大評判となった。うん。使い切れないほどのお金を稼いだ古道具屋はもうタヌキに働かせるのはかわいそうと思い、休ませてあげることにした。うんうん。まあ人がいいんだもんね。いい話じゃん。しかしずっと茶釜に化けていたタヌキは、タヌキに戻る呪文を忘れてしまったんだな。どじっこかよ。それで古道具屋はお寺に事情を話してタヌキを奉納することにした。奉納？はい。すると和尚様も心よくそれを受け入れ、今では寺の宝として奉られておる。福を分ける茶釜、
文服茶釜としてな。あ、この文服はそういう意味なんだ。服を分ける文服。なるほど。で、終わっちゃうんですね。じゃあそこにいるその茶釜っていうのがたぬきさんなんだ。はあ、終わった。まあ今のがおとぎ話バージョンで、一個前に聞いたやつがまたちょっとお堅い昔話みたいな、伝えられた話みたいな感じなのかな。普通にどちらもね、面白いね。はい、セーブしてきまして、どうしようかな。結構進んできたな。奈良県行ってみようかな。はい、二人いるね。軽力がなんだかんだ減ってきてるな。土蜘蛛、なんか嫌な予感すんな。虫が苦手な人はやめた方がいいかもしんないな。まあもしもやばかったら先に注意出します。駿河屋京一、あと4面行ってみよう。雲か、苦手な。はい、奈良県土蜘蛛。土蜘蛛って何？おじいちゃん、壁くはまたごろうって言うんですね。あの電話でお話した通り雲なんです。駿河谷京一、分かってます。害虫駆除なら関西最強の駿河屋バスターズにお任せください。あの雲は害虫じゃありません、液虫です。おお、まあいいことしてくれるんだな。まあ液虫であろうと大量発生したら大変でしょう。どっちにしろ任せてください。あのこの辺は一言宗神社の近くですから、雲が出ても仕方ないのです。いや別に雲は神社の近くじゃなくても出るもんですよ。いえ、この一言宗神社の雲は雲でも土雲なのです。そう、それどういうこと？土雲？ええ、一言宗神社の、これ本当に一言宗かな？ちょっと待って、調べるわ。はい、調べました。一言主神社でした。はい。一言主神社の、一言主大臣様に退治された土雲族の怨念がこの地に残っているのです。その証拠にこの辺には雲が多く、時には人の顔をした雲も現れるんです。人面雲みたいな、怖。その顔をした雲を見た者は3日3晩苦しんだ末におかしくなるそうです。また人の顔をした雲を殺した者は土雲になってしまう、そんなことも言われています。ですからお気をつけなさい。人の顔をした雲は決して殺してはなりませんよ。へー、人の顔をした雲？はは、まさかそんな冗談を。出てくんだろうな。信じるも信じないもそれはご自由です。ただ土地の者はそれを忌み嫌い、この辺りの雲には手を出せないのです。だから大量発生してるのか。大丈夫か。なるほどね。それでわざわざ大阪まで連絡したわけか。まあこっちから金さえもらえれば問題ないわけだけど、なんかそんなさ呪いがあるのにこの人に任せるのどうかと思うけどな。それじゃ早速仕事に取り掛かりますから。うん、よろしくお願いします。この廃墟の雲を一掃していただければよいので。ただくどいようですが、人の顔をした雲は殺してはなりませんよ。はいはい、気をつけますよ。殺すんだろうな。それではよろしく。うわ、見たくねえな。そもそも雲を見たくないな。何？え、何これ？土雲ミニゲーム。一定数の雲を退治します。雲は2種類より、図の雲以外を退治しますとゲーム終了です。怖い話じゃなかった。ミニゲームが始まる。左スティックでライト動かして、丸ボタンで雲を退治すると。あー、なるほど。つまり人面雲を、殺しちゃダメ。ごめん、これね、雲苦手な人は見ないでと。あ、今やっちゃったな、俺。今いたな。今の人面雲か。おい、ちょっと待って。今俺が殺したのはまさか出た怖い。色合いがキモい。まあ、これくらいだったら、まあ、セーフ？まあ、ガチ雲って感じではないか。嘘だろ。本当に人の顔した雲なんているのか？なんだ、体が難しい、それに視界が変だ、まさか俺は雲に、うわぁ、だって、終わった
なんだこれ。まあでもゲームとして面白いじゃん。もう一回やるわ。じゃあもう一回やっていくんですが、これってさ、時間制限とかあった？ないんだったらゆっくりやってもいいんじゃない？あ、時間あるわ。スティックで当てた場所ね。大丈夫、セーフ。そこにいる、左にいる。あ、じゃあ右ね、右にいる。それ気をつけて、殺さないようにして。あ、なんとなくわかるか。なんとなく見えてるわ。うん、薄暗いけど。で、あと何匹？あと、待って待って、あんまりね、上の方のね、時間とかね、見てる余裕ないんだわ。めっちゃ出てくる。あー、これぐらいどうですか？まあ、虫嫌いな人は、まあ、ちょっと薄めでね。うん、ぼんやりと見てください。どうなの？ 38 匹。駆除したらどうなるんだ？ふぅ、どうやら、片付いたようだ。いっぱいいたけどね、まだね。任務完了と。まあ、一応、殺さなかったと。人面蜘蛛は。まあ、土蜘蛛ね。ってなると、おや、終わりましたか？終わったよ。え、全てじゃないけど嘘つくな。片付きましたよ。それで何も変わったことはありませんでしたか？変わったこと？いやー、何も。あなた大したものです。今までたくさんの業者がやってきましたが、成功したのはあなただけですよ。試されてる。最初に言ったでしょ、駿河屋バスターズは関西最強の害虫駆除業者だってね。それじゃ、え、終わる？何これ、38匹はすごいのかどうかも分かんない。あれ、いや、続く。楽勝だったな。ま、俺の腕なら当然か。おや、雲が紛れ込んだか。え、いるじゃん。あ、どうも、土蜘蛛でーす。人の顔した蜘蛛。いや、さっき見たべや。まあ、やめろ。いや、あー、何してんだよ、お前。話聞いてたかよ。思いっきりビターンじゃねえんだよ。土蜘蛛トーン。え、何？はっはは、気のせい気のせい。そんなものいるわけないだろうが。はっ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 は、関西最強の害虫駆除業者、駿河屋バスターズをお忘れなく。ん？また違う話につながる、なんか、音なのかなと思ったら終わりました。なんだこれ。結局、土蜘蛛潰したけど、なんもない。いや、多分話にはしてないけど、この後に、この後に何か起きるんだね。240!240! そんなもらっていいの？結構簡単だったけど。っていうかね、なんかもう一個あるんすよ。これどうしたらいいの？多分さ、38匹はまあまあ良かったんじゃない？結果的にちょっとハッピーエンドっぽく終わったような感じするし。じゃあこの、全然駆除できない場合どうなるか、それを見に行こっか。さあ、残り10秒。一切雲には手をかけず黙ってます。ただただこの薄暗い雲だらけの家にいるだけのもう時間です。やだな。さあ、終わった。これで多分違うエンディングに行ってくれんじゃなかろうか。お、ほら違うよ。なんだここは、雲どころか気味の悪いものでいっぱいじゃないか。冗談じゃない、化け物の住処だなんて聞いてないぞ。作業を続けるどころじゃない。うん、よく30秒もいたな。そしたらさあどうなる。おや、終わりましたか？冗談じゃない。あんた、あそこは何なんだ？異常だ。昔、一家心中がありました。その前は、惨殺事件がありました。その前は。冗談じゃないよ。俺は霊媒師じゃないんだ。そういうことは他に頼んでくれ。ほう。今回ちゃんと人面群も確認した上で言ってんだろうな、じゃあ。帰んの？え、これでブロロロロロカンじゃないよ。お、違う。まったく、飛んだ一日だ。おや、雲が紛れ込んだか。あれ、さっき見た。これさっき見たよ。うん、どうもーって、土蜘蛛でーす。よろしくお願いします。うわ、ええー。いや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 、なんでだよ。さっきはね、ノータイムでパチンしたじゃん。
何が違うってんだよ。まあだけど、これで経力もらえなかった？あれ？マジか。奈良県、コンプリートですね。はい、奈良県の皆さんは土蜘蛛です。おめでとうございます。いや、どうしよっか。今回全然怖くねえよ。石川県、富山県、ここら辺行ってみましょうか。石川県、シナリオ1個ですね。はい。経力140。なかなかいい話が来るんじゃなかろうか。おいでおいで。これは怖いんじゃない？小柳美和ってなんか聞いたことあんな。八島三四郎。オッケー。行ってみよう。経力な、一回ちょっとドカーンと稼ぎたいな。まあ、土蜘蛛やりゃいいのか。あれ、こういうの見たな。そうだよね。どこで見たんだっけ？木曽ヶ原藤君シナリオでお会いしたのかな。私は気ままな小旅行が好きだ。疲れた時、悲しかった時、失恋した時、私は一人で車を走らせ、当てのない旅をする。うん。と言っても、しがない会社勤めの身の上、日帰りの貧乏旅行だ。せめてもの贅沢は、途中で奮発したランチを食べることぐらい、そして記念に素人写真を撮ること。私は、まだアナログのカメラを愛用している。簡単に消すことのできるデジカメが、なんとなく好きになれないのだ。うん。おいでおいでか。怖そうだな。その日、私は友人に裏切られた思いが尾を引き、会社に行く気分がせず、有給を取った。何があった？金沢市街から海岸線を通り、能登半島へ向かった。一日で能登半島を車で一周するのはかなりきついが、奥能登まで行かずに、気が晴れたら途中で引き返せばいい。うん。夏も終わり、日差しも柔らかく、ドライブにはもってこいの気候だ。風も心地よい。私は窓を全開にし、潮風を受けながら海岸線をひた走った。お供には愛用のカメラを携えて。まあ、リフレッシュになるんじゃないかな。なんかあったのかな、かわいそうに。人間関係かな。さて、こっから始まるんですね。わ、怖そう。はい。今回やっと始まりました。石川県。おいで、おいで。怖いね。絶対、これ絶対に怖い。怖くないわけがない。これを怖くないっていうやつなんかいたらもうとんでもない。能登半島の海岸線は、奇岩海石の宝庫で、日本海を背景に雄大な景観が連なっている。家を出たのが遅かったせいもあるが、能登道路の高速が混んでおり、柳田のインターで高速降りて、千里浜渚ドライブウェイに入った。もう全然その土地勘ないからわかんないけど、まあそうなんだね。はい。岩門でも行ってみるか。まあ、いかつい門なんですかね。こっからすぐそばに、岩門がある。岩門とは、能登の名所の一つで、日本海の荒波によってできた巨大な岩穴で、その豪快な景観が人気のスポットである。別に入場料を取られることもないので、観光バスのルートに組み込まれており、人気スポットの一つにもなっている。どうしようかな？寄ってみようかな？さて、寄ってみようか。先急ごうか。いや、寄ってった方が絶対になんかあるんだろうなって思うんすけども、どうせ二言もやるんで、ちょ、怖い方は取っとこうかな。先急ごう！知らん知らん、もう普通にドライブ。岩門に行っても観光客がいっぱいいるに違いない。今日の気分は、なるたけ人のいないところに行きたいのだ。でもね、俺もね、よくあるんだよね。なんか、海が見たいって衝動に駆られたら、レンタカー借りて、海を見るだけ。なんだけど、その走らせるの、車を。そんだけ。でもそれがね、なかなかね、いいリフレッシュなんのよ、車運転するの好きだから。もっと人気の少ないところ、そんなところがいい。まあ、最近行きたいんだけどな、行きたいわ。私は岩門を素通りした。岩門から5分ほど車を走らせると、奇岩で有名な、なんていうの？奇岩？奇岩がある。海岸線を走っていれば、自然と目につくけれど、せっかくだから車を降りてじっくりと見てもいい。これはじっくりと見たいんだ。うわぁ、これもかよ。先急ごう。知らん知らん。わざわざ車を降りてまで見ることもないだろ。せっかくだから、今日はもっと遠くまで行ってみたい。私は奇岩を横目に車のアクセルを踏んだ。世界一長いベンチは、きっと今の私の心を癒してはくれないだろう。そういうのがあんの？どちらかというと、こういうところはカップルで来るものだ。一人で長いベンチに座っても余計心が痛みそうだ。私は世界一長いベンチを素通りし、車を飛ばした。見て見て、どんだけ長いんだろう。世界一長いベンチの先にある名所といえば、痩せの断崖だ。
そこは自殺の名所とも言われている場所。おや、もしかしてこのルートが一番怖い？とても疲れた。こんなに疲れたドライバー初めてだった。帰ってきてる。私が家に着いた時もう夜の12時を回っていた。こんなに時間かかるはずがないのに、一体どこをどう走ったのだろう。こんなに疲れたら明日もまた会社を休まなければ。私は車を降りる時ふと気がついた。あれ？あ、カメラ。私はカメラを見て首をかしげた。どうしてかしら、私はその日1枚も写真を撮った覚えがない。それなのに36枚撮りのフィルムは1枚残らずシャッターが押されていた。おっと、なんだ？出発前にセットした36枚撮りの空のフィルム、一体何が映っているんだろうか。気になる。なんでだよ、なんでだよ、見せろよ。おかしいだろ。ちょっと待ちょ待って、石川県さん、ちょっと石川県さん、その話は違いますよ。見ていい？ルート何個あんの？あ、4つなんだ。うわ、マジか。とりあえず最初から見ていこっか。はい、一番最初の選択肢、岩門にまず寄ってみよっか。はい、寄っていこう。せっかくこっち来たんだから寄っていくことにした。見せて。観光バスだ。駐車場に入ると案の定観光バスがいっぱい止まっていた。私は車を乗用車用の駐車場に止め、岩門に続く階段を降りる。見たい見たい。お、階段の途中には平日だというのに屋台が何軒も出ていた。イカ串やサザエのつぼ焼きのいい匂いが漂ってくる。うん。おっと、八島三四郎。どう？美味しいよ、イカ。こういうの、匂いを嗅いだら食べたくなるんだよな。仕方ない。おじさんの儲けに協力しよう。食べたいんでしょ？おじさんちょうだい。あいよ、ありがとうね。2本で400円だよ。2本？ん？え？ 1 本でいいよ。あ、そう？おじさんは不思議そうに私の後ろを見ている。まるで私の後ろにいるはずもない誰かを見ているようだ。もう、急な角度で怖かった。びっくりした。完全に吹いつかれてる俺今。そして、見えない誰かと私を交互に見比べて、不思議そうに眉をしかめる。私はちょっと気味が悪くなり、おじさんに200円渡し、威嚇してもらうと、早々にその屋台を退散した。八島三四郎さんも出番終わりです。早っ。岩門は人が多かったけれど、気持ちよかった。ただの岩名と言ってしまえばそれだけなのかもしれないけれど、自然が作った景観の雄大さはいつ見ても気持ちよい。お、待って待って、俺らにも見せて。終わったの？岩門。つまらないことでくよくよしたり悩んでいる自分がバカらしく思うのだ。終わっちゃったみたいです。あ、残念。じゃあ、おのおの調べてください。それで見てください。はい。その時私は誰かの視線を感じた。誰かが私を見ているような気がしてならない。やっぱいるんじゃん。あった。まあ、どうせ、ね。後でやるんで、一旦無視します。はい、知らん。観光客が多いのだ。誰かの視線を感じても不思議ではない。帰るぞ、これ、きっと帰るぞ。私はその雄大な景色を満喫すると、記念に写真を数枚撮り、また車を走らせた。岩門から5分ほど車を走らせると、奇岩で有名な奇岩がある。あれ、これ繋がってる？あれ、マジか。こっちに繋がっちゃうんだ。あ、じゃあ、奇岩行ってみようか。寄っていこう。はい。せっかくだ。ちょっと寄っていこう。私は脇に作られた簡単な駐車場に車止め、奇岩を鑑賞した。こっちは見せてくれるんだ。平日なのに何台か車が止まっており、カップルが談笑しながら奇岩を指さしている。奇岩は大小2つの岩が並んで水面から突き出ていて、その間を太い中連、あ、違う、これ、締め縄か。締め縄が橋のようにかけられている。ここには、ちょっとした伝説があり、この奇遇岩のできた由来が縦看板に書かれている。てか、そもそもさ、奇遇岩で合ってる？ちょっと調べていい？はい、調べました。旅籠岩でした。申し訳ない。これで旅籠って読むんだね。昔、能登に織物の技術を広めようとした女神が、山賊に襲われた時に、背中に背負っていた織機を取られてはなるものかと海に投げ込んだところ、この旅籠岩になったというのだ。なるわけねえだろう。ということだよ。なんとも力持ちの女神様である。ほう。
まあ、女神様ならまあね、うん、納得です。はい。その時私は、ふと、寒気を感じた。潮風ではない、何か冷たい視線を感じる。私の後ろで、誰かが私を見ているのだ。わーお、結局これは、知らん、振り向いてはいけない。なんだかそんな気がした。帰ろ、知らん。ね、帰れるよね。私はできる限り後ろを見ないようにしてすぐに車を走らせた。帰れんのかな。旅籠岩を抜けるとすぐそばに面白いものがある。世界一長いベンチだ。隠れた名所でギネスブックにも載っているらしい。あ、そうなんだ。せっかくだから見ていこうか。ああ、これ寄っていこうか。そしたら、うん、私は気分転換に世界一長いベンチに寄っていくことにした。うん、そのベンチは日本海に沈む夕日を見るために作られたもので、砂浜に平行して横たわっている。全長460メートル。確かにギネスに乗るはずだ。すげえな。海水浴の季節だったら家族やカップルでにぎわっているんだろうな。でもすでに海水浴シーズンも終わった平日は人もまばらだ。うん、座っている者はいない。私は一人でベンチに座ってみた。先が見えないほど長いだけに、一人で座るとなんだか寂しい。私はベンチに沿って歩き始めた。歩き始めてふと考えた。私は駐車場に車を止めているのだから、このベンチの終点まで行くとまた戻ってこなければならない。往復で約1キロ。まあ1キロぐらいだったらと思うけどね、砂浜を歩くのってなかなかね、体力使うもんな。私は思い直し道を引き返し始めた。その時、私は背中に視線を感じた。もういい、知らん、振り向いてはいけない。なんだかそんな気がした。私はできる限り後ろを見ないようにしてすぐに車を走らせた。え、こんなにいっぱい振り返るさ、選択肢出てくるけどさ、毎回全部さ、エンディング違うのかな。あと3つでしょ、エンディング。私は車を走らせた。引き返すことよりも先に車を走らせた方がいい。そんな思いが頭をかすめた。この先、どこへ行こう。これはどこ。気がつくと、どこをどう走ったのか、近くの道の駅で休んでいた。そういえば今日はとっても疲れた。どこを見たのか、それともどこにも寄らなかったのか、それさえもよく覚えてない。大丈夫か。冷たいコーヒーを飲み、私は一息ついた。え、その時私は背後に視線を感じた。氷のように冷たい視線を。いやー、私は振り返れなかった。強いな。あんだけ近くにいるこの気配を感じて、ずっと振り返らないでいるというその強さ、それがもたらしたエンディングでした。だよね。これでもう一個のエンディング、あと二つなんだけど、どこで振り返ったらいいんだ。まあ、とりあえずイカ串もらって振り返ってみようか。いや、てか怖。さあ、イカ串を食べた後ですね、振り返ってみーちゃお。誰だろう。私を見つめているのは。振り返ってみると、一つの視線が私に絡みついた。え、誰？なんだこの人。一人の男性が私をじっと見ている。青白い顔をした、まだ若い男性だ。さっきのおめえじゃねえかよ。ずっといるんだ。知る限り、記憶をたどっても見覚えはない。でもどっか変だ。何が変なんだろう。もう浮いてるよ、すごく色が。そうだ、服だ。彼はまだ暑いというのに、どうしてコートを着ているんだろう。もう夏も終わりだが、まだまだ暑い。潮風が吹いていても半袖で十分だ。コートなんて、この時期に似つかわしくない。私はいつまでも見つめているのも変なので、視線を外した。うん。関係があった人なのかな。いや、関係ないのかな。そして景色を見ながら歩いているうちに、視線を感じなくなり、彼の姿もまた見失った。せっかくだから記念写真を何枚か撮り、私は岩門を後にした。ああ、ここはこれで終わるんだ。で、多分進めていって、なるほど。こっちも行ってみよっか。旅籠岩。うん。旅籠岩に来ました。で、ここでも振り返ってみよっか。はい。変わんないね、橋は。
ああ、視線感じんな。誰だ？あんた誰？誰だろう？私を見つめているのは、視線が私にまとわりつく。振り返ってみると、一つの視線が私に絡みついた。あれ？あ、遠いな。誰だろう？見たことのない赤者だ。さっきのやつだろう。青白い顔して何とも病弱な雰囲気を醸し出している。この景色にはあまり似つかわしくない男性だ。でもそれ以外に何か変だ。何が変なんだろう。そうだ、服だ。またの同じこと言ってる、あんた。うん、同じこと言ってますね。彼は私から視線を外すことはなかった。熱い視線ですよ、冷たい人から。私は急に恥ずかしくなり視線を外した。もしかしたら私を見ていたわけではないかもしれない。彼の位置からすれば、私を素通りした直線上に旗乞い輪がある。私は何か気恥ずかしくなり、記念写真を撮ると、そそくさと車に戻った。ああ、特に何もしたくないな。ずっと見てるだけか。まあ、今回ずっと振り返ってますけども、世界一長いベンチ、ここも寄っていくと。あれ、ここでも選択あったっけ？どうだっけ？あ、いけるわ。後ろに視線感じんな。あんた誰さ、もずっと分かってたからね。うん、誰だろう。私を見つめているのは、視線が私にまとわりつく。ダメでしょ、誰さ。振り返ってみると、一つの視線が私に絡みついた。もうずっと絡みついてんのよ。その視線は、そう遠くない人気のない砂浜から送られていた。あんな砂浜に誰かが立っている。どこ？うん、また彼だ。私の行くところ行くところ、彼がいる。これは絶対に偶然じゃない。願文や旗乞い輪で見かけたのなら、まだ偶然で片付けてもいい。でも、もはや偶然では片付けられない。あの男は人間じゃない。人間じゃない。何かだ。それが私についているのだ。私は慌てて車に戻り、発進させた。逃げ切れないよ。だって幽霊だもん。あの男から逃げなければ、あの男から逃げなければ、私はきっと、殺される。お、もう帰った方が良さそうだ。もしくは先に進もうか。なるほどね。残った2つのエンディングってこの2つなんだろうな。先に進もう。いや待てよ。いやもう普通に行くわ。帰った方が良さそうだ。帰ろう。私は言い知れない寒気を感じ、引き返すことにした。なぜかあの男は気になる。あの男は本当に知らない男だったのか。え、思い出せ。私の知人にいたのではないか。学生時代の同級生、取引先の人、それとも近所に住んでいる誰か。思い出せ。本当に見ず知らずの男なのか。思い出せない。どんな顔だっけ。ダメだ、はっきりと顔思い出せない。あの男どんな顔をしてたっけ。うっ、こんな顔だよ。乗ってんじゃねえかよ。てめえ近いな。うわあ、終わり。終わった。ああ、まあ、怖かったね。なんか、よくあるじゃん。最後にさ、お前だーって言って終わる階段。あんな雰囲気だよね。こんな顔だよって。うわあ、怖い怖い怖い。じゃあ最後。うん。見てみよっか、もう一個のエンディング。さあ、砂浜で。彼を見つけまして、逃げなければ、私はきっと殺されてしまうんだ。だから、帰った方が良さそうだにしないで、進む。私は車を走らせた。引き返すことよりも先に車を走らせた方がいい。そんな思いが頭をかすめた。この先どこへ行こう。どこへ逃げる。逃げ切れねえって、幽霊だもん。あいつら何でもありだもん。無我夢中で走って、ふと見つけた駐車場に私は車を止めた。ここはどこだろう。私は異常なまでの疲れを感じ、そこで車を降りた。シャツが汗ばみ、潮風に吹かれたかったのだ。うん。私は目の前に伸びる小道をふらふらと歩いていた。縦看板が目に留まった。そんなことして大丈夫？わお、なんだこれ。痩せの断崖。そう書かれていた。自殺する勇気があるなら生きてみろ。ああ、自殺の名所だからそういうのがあるんだ。うわ、すげえな。ちょっと鳥肌立ったわ。痩せの断崖、自殺の名所と言われ、この辺では有名な心霊スポットだと聞いたことがある。なんでも成仏できない自殺霊がうじゃうじゃとあちこちにさまよっているらしい。どうしてこんなところに来てしまったのかな、君は。崖には柵が施され、その先に進む者は命の保証がないことが見て取れる。
柵の周りにはいくつもの看板が立っていた。わあ、これは確かにな。もう旅立ちたい人からしたらうってつけの場所かもしんないね。命を大事にしろ。親の顔を思い出せ。死ぬ勇気よりも生きる勇気が大事。死神を切れぬあなたに父母の声。どれもこれも自殺を思いとどまらせるための看板だ。しかし私には関係ない。私は自殺に来たんじゃない。疲れた心を癒すためにここに来たのだ。疲れた心を癒す？それって死ぬこと？私はひときわ強い風に煽られ大きく息を吸い込んだ。待て待て、ミナちゃんの頭がちょっと おかしくなってきてる。こっからだったら飛べそうだ。わあ、思考がそっちに寄ってしまってる。もうタイトル通りさ、呼ばれてんだよ。おいでおいでって視線を感じた。私の後ろに視線がある。まただ、またあの視線だ。私は正気を保たなければ。私はここに自分の意思で来たんじゃない。うん、友達に会いたい。喧嘩したのは些細なことだったじゃないか。裏切られたと思っているのは私のわがままだ。もう何があったんだよ。私は帰らなければならない。早くここから離れなければ。振り返ろうと思った瞬間、え、突然何者かに背中を押された。視線？私は目に見えない視線に背中を押されている。そんな、いつの間にか私の体は柵を越えていた。その時突風が吹いた。あー、もうミワちゃん、いやー、私の体は風に巻かれ崖を飛んだ。バタつく足が宙をかく。私は険しい岩の突き出る海面へと落ちていった。うわ、いっぱいいる。もうみんな同じ人間、みんな同じ人です。その時海面に無数のあの男がいた。あ、これあの人、さっきの人。うん、海面を埋め尽くすほどいっぱいに無数のあの男が大きな口を開け、目玉を大きく見開いて両手を突き出し私を招いている。何十本という手が海面から私に向かって伸びている。まるで赤子においでおいでをするような仕草で手のひらをひらひらと揺らめかせている。そうか、私は彼に招かれたのか。いや、招かれたのかじゃないよ。え、いつから？どのタイミングから招かれた？いや、なにこれ。普通になんか嫌な話。なんかそれないわ。なんかこうね、気持ちをさ、コントロールしてくる感じすごい嫌だわ。意思に反してるもん。そんなのダメですよね。そんなの人権侵害ですよ。石川県、これで終わりか。あ、4つ終わったのか。個人的に気になるのはやっぱりさ、一番最初に見たエンディングの、あの写真？何が写っていたのか。それがすごい気になるけど、終わっちゃったんだな、美和ちゃん、かわいそうに。でもさ、一番かわいそうなのはさ、出番が一瞬で終わった三四郎だよね。短かった。